いよいよ本日10月1日 HCR2014 が始まります。ここではこれからオープニングセレモニーが開かれます。3 2 1、さて、いよいよ会場です。もうすでにたくさんの人が集まっています。今日はどちらからいらっしゃいましたか？横浜です。看護学校の方で授業の一環で来ているので、どのようにしてなんか日常の生活を続けていけるのかっていうところを見ていきたいと思ってます。では早速ブースにお話をお伺いしたいと思います。ちょっとこちらが気になっております。どうもいらっしゃいませ。こんにちは。こちらのブースはどんな商品を扱っているんでしょうか？はい、階段の上り下りを楽にしていただこうという階段昇降機、はい、こういったものを展示してます、はい。乗り心地いかがですか？そんなにガタガタしないですね。全然ガタガタもしませんし、はい、怖くないです。あ、台湾人です。すごくこちらの機械も安定していて、上に上がっていろいろ高齢者の方にもすごく適したものだと思います。また台湾で何ができるかっていうのを考えていきたいです。すいません、はい、ちょっとお話をお伺いしてもいいですか？はい、どうぞ。アシストホイールライトという新商品を発売しますので、はい、そちらをメインで展示をさせていただいてます、はい。自動的にモーターが補助してくれて、楽に解除ができるというようなタイプになります。坂道がこんなに大変なんですね。こちらのボタンをちょっと長く押していただくと、はい、なんて軽いんでしょうか。さあ続いてはこちら、ちょっと動くソファーがあって気になったのでお伺いしたいと思います。どんなブースなんでしょうか？すべてですね、電動で起立補助、いわゆる立ち上がりを助けるための椅子ですね。ゆっくりゆっくり上がっています。後ろの方が上がってきて座が傾斜すります。無理なく立てるという。そうですね。あ、すごいですね。では続いて男性の方にもお話をお伺いしたいと思います。我々の前に仕事上ですね、ご高齢の方お相手にする仕事ですので、そういった方が本当に、自立に向けた日常を過ごせるようないい商材を見つけてですね、世の中に普及していければと思います。本日の特設会場では選び方使い方セミナーや高齢者の料理教室アルテク講座などが行われました。明日10月2日の国際シンポジウムはヨーロッパ諸国の認知症政策の現状を踏まえ課題に挑むをテーマに会議棟で開かれます。また HCR セミナー会場では介護で腰痛にならないための基本技術を学ぶためのセミナーが行われます。詳しくはホームページをご覧ください。ぜひ皆さんご参加ください。ついに始まった HCR2014、幅広い福祉機器の最新の情報が盛りだくさんです。皆さんに役立つ情報がきっと見つかります。ぜひ見に来て体験してみてください。